ミハイル・フォーキン・ミハイル・ミハイル・ビチ・フォーキンは、ロシア出身のバレエダンサー、振付師、バレエ教師。フランス語読みで、ミシェル・フォーキンと呼ぶ場合もある。1880年、サンクトペテルブルクで生まれた。1898年、サンクトペテルブルクの提出部等学校卒業と、同時にマリンスキー劇場と契約。1905年以降、振付師、教師として活躍。 1907年に、アンナ・パブロワのために振り付けた、品止の白鳥は特に有名である。1909年、セルゲー・ディアギレフのバレーリウスの結成に参加、以降、レシルフィード、ダッタン人の踊り、シェヘラザード、火の鳥、バラの精、ペトルーシカといったバレーリウス初期の傑作を振り付けて、大成功を収めた。しかし、1912年、ダフニス・トクロエ初演じに、 上演時間と順番をめぐってディアギレフと決裂。また、ダフニスとクロエ自体も、同年に発表されたバーツラフニジンスキー振付による、牧神の午後のスキャンダルに隠れ、話題にすらならなかった。このような状況の中、ホーキンは1912年にバレエリュスを脱退した。ディアギレフがニジンスキーを解雇したために生じた穴を埋めるため、1914年、一時的に、 バレエリュスに復帰、蝶々、近景などを振り付けけるが、大ヒットとはならなかった。その後、ロシア、北欧で、バレエ教師、ダンサーとして活動した後、1920年、米国に渡り、以降ニューヨークに定住。1922年、ホーキンバレエを結成。1932年、米国に帰化、教師として、後進の教育に関わりながら振り付けもした。 生涯で70を超える作品の振付を行った。今なお世界のトップクラスのバレエ団で用いられているものも多い。ありがとうございます。